皆さんこんにちは、大堀一人さんでございます。アコギのすすめというタイトルでやるわけなんですけれども、私大堀一人さんがですね、衝撃を受けた楽曲とコードについてのお話なんです。このテーマって何度かやってるんですけれど、私大堀一人さんもアコギを始めて十数年経ちましたけれども、いろんな楽曲を聴いてはコードを聴いてはね、衝撃を受けたってことはたくさんあったわけです。特にそのギターを始めた頃っていうのは、やっぱりもういろんなものが衝撃の連続だったわけですよ。そういったところに本当なんだこれはということがたくさんあった、新鮮な気持ちにさせてくれることがたくさんあったわけですけれど、ほんの一つではあるんですけど、お話をしたいなと思うんですよね。今回取り上げる楽曲とコードって何かっていうことなんですけど、まあ、これがまんまタイトルになるんですけど、大堀一二さんの音楽のルーツといえばビートルズなんですが、ビートルズのですね、初期の楽曲ですね、アイスオファースタンディングデアのですね、イントロにおけるこの C7 フォームの E7 のお話、衝撃ということなんでございます。ファーストアルバムですね、デビューアルバムの Please Please Me に収録されているわけですよね。あれ1曲目じゃなかったかな、リードボーカルはポール・マッカートニーさんでね、ジョン・レノンさんがハモってるっていうね、そういう形式だったかと思います。 1,2,3,4 っていくって、あのカウントからもう衝撃だったというのがねあるわけですよね。初期のビートルズを代表する楽曲の一つなんじゃないかなと思うんですけど、ジョン・レノンが弾くリズムギターのパートなんですけども、まあこんな感じだったですよね。いきましょう。この E7 のワンコード一発だけでもうイントロの世界をもう作っちゃってる、すごいなと思うわけなんですけど、じゃあそれについて深く掘り下げていきたいと思います。はい、左手はこのコード一発ですよね、 C7 フォームの E7、 この音ですよね、この音なんですよ。このコード一発だけであのイントロの世界作っちゃうんですから、すごいなと思うんですけれども、 C7 というフォームがありますよね。これの要するに4フレットずらし、4度ずらしなんですよね。 1,2,3,4 とするとこの E7 の音が出る、まあ、ローコードで押さえるとこういう音だったりね、あるいはこの2弦の3フレットを加えてこういう音だったりするわけなんですけれども、違うフォームでも存在しているわけで、 C7 のフォームでの E7 っていうのも当然あるわけです。定番のフォームの一つ言ってもいいですね。ローの E7 のコードフォームと比べると音域が狭まったっていう印象はあるんですけども、違う音色として聞こえるってことは間違いないですよね。低域とか中域とかやっぱそこら辺に固まるような音にはなるよね。基本的にはこの5弦と4弦と3弦と2弦までしか弾かないんですよね。 E7 なんで、まあ、この6弦の開放とか1弦の開放って、まあ、弾いても悪くないんです。すると、まあ、こういう音がするわけで、全然こう不自然ではないような音にはなると思うんですよ、うん、でも、まあ、これだと開放の音が変になりすぎるっていうのもあって、5弦と4弦と3弦と2弦しか弾かないっていうのが基本なんですよね。握り込んだ状態になるわけですから、左手のミュートが弾きやすくなるんですよ。コードを鳴らすということは、指板にしっかりと押さえている指先っていうのを圧をかけるわけですね。それとこういう音がしっかり出るわけなんですけど、これを要するに指先を弦に触れさせたまま軽く離してあげると、こういうミュートの状態になるわけですよ。押さえるとこういう音が出る、でミュートするとちょっとしたカッティングの時のこうリズムっていうのもすごいメリハリがつきやすくなるっていう効果があるんだよね。するとあのアイスオファースタンディングデアみたいな歯切れのいいリズムカッティングになるわけですよ。指先の動き見ていただいて分かったかと思うんですけど、ちょっと動いたり離したり動いたり離したり、ミュートを解除したりしなかったりっていうことがあるわけですよね、うん、ただ押さえて弾いてコードストロークやってるっていうんじゃなくて、しっかりとミュートをするっていうね、このフォームをうまく活かしたやり方と言ってもいいと思うんですけど、あのローコードの E7 だったら左手のミュートってしづらくはなるんですよね。 C7 のフォームの時の方がミュートはしやすいっていうね、
感じはあると思うんですよね。ここからはねちょっとねすごい意見が分かれるところかもしれないんですけど、ひょっとしたらなんですけど、ジョン・レノンは6弦の解放とか1弦の解放とか勢いよく弾いてるっていう可能性はなくもないですね。コードの押さえ方ってラフだったりするので、ってやってる可能性はありますね。ライブの映像とかで見ると、5弦4弦3弦2弦を後でも説明するんですけど、ピンポイントに弾いてるっていう時もあるんで、ここら辺はちょっと難しいとこなんですけど、厚みを持たせるために6弦の解放から弾いてるかもしれない。でこれもまあなかなかありかもしれないということですね。でもまあ基本的には6弦と1弦をしっかりミュートして、この押さえてるポジションだけをミュートしたりしなかったりしてやるっていうのが一番いいと思います。はもうジョン・レノンのリズムギターの真骨頂でしょう。こんな感じですよね。右手の手首をうまく活かしたコードストロークの典型っていうことですよね。僕もねそのジョン・レノンの弾き方を完全に真似するってのはできないんですよね。もちろん僕は右手の動きっていうのを意識しながらやってますし、それは基本だと思うんだけど、やっぱそこにこうブリッジを叩きつけるような弾き方だったりとか、腕を大振りに振ったりっていうのがあるんでね、なかなかあのジョン・レノンみたいにこういうっていうのってね意外と難しいんですよ。ジョン・レノンは大げさに言うとこういう風に振ってる感じだもんね。チャカ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 やる。左手でミュートをしながらも8ビットのストロークをしっかりやってる。ライブの映像なんか見るとちょっといろいろ弾き方が変わったりはしてるみたいよ。こういうっていう感じでやってるっていうところもあるみたいだし、これとかまあ基本的に8ビートのリズムに合ってさえいればいいんでしょうね。で先ほど説明したんですけど、基本的にはジョンはこう手首を細かく振る人なので、どちらかというとやっぱり5弦4弦3弦2弦っていうね、この4つの弦を中心にこちょこちょこちょこっと弾いてる印象なんだけども、ただあの先ほど言ったんですけど、6弦とか1弦まで弾いてるって可能性はなくもないんですね。でするとこういう感じになるわけです。本当に譜面とかなんとかっていうところではもう表せないぐらいいろいろなところがあるんで、本当切りないぐらいあるんじゃないかなっていうことだと思うんですね。だから賛否分かれる部分だと思うんですけども、6弦と1弦もピッキングしてるって可能性はなくもない。でもまあ基本的にはやっぱり、ジョンの手首の振りを見ている限りはですけど、5弦4弦3弦2弦っていうのはちょこちょこちょこっと弾くっていう、手首の振りをうまくやりながら弾くっていうのが基本みたいだね。
めた頃、当然ビートルズは何度も聴いてましたから、この楽曲もね、当然何度も聴いてたわけ。どうやって弾いてるんだって、なんだこのかっこいい弾き方みたいな、そういうその衝撃っていうのはありましたよね。もうこのコードフォーム一発でそのジョンがその弾くあのカッティング、これはねやっぱかっこいいですよね。左手のこのミュートをうまく活かしながら、こう手首の振りもグリ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 やりながらと、でそれでやるんですから、そりゃかっこいいよねって話なんですよね。そんなことがあるんだって思う方はね、マイソアスタンディングではもちろんなんですけど、初期のビートルズぜひ聴いてみてください。これはねいいですよ、ほんと新鮮なものがあると思いますから、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それでは。